何どうなったの？あ、ちょっと待って。ドアが開かない。なるほどね、逃げろってことか。どうやってその隙間入ってんのお前。で、来てる。ちょ、一旦俺光ってるストロー。ちょ、ジャンゴの鍵手に入れた。待って、うわ。え、待って、これはさ、このクリスは本物なの？本当に殺されちゃったの？その、ちょうちんあんこがさ、くっつけてた、その、なんか餌みたいなことだよね。腹から下が食べられてる。これは？これ、ひまもん関係ないの？あ、ダメそう。あ、鍵これじゃねえや。左だ、左だ。こっちだ、こっちだ。ここだ。オッケー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 。よし、オッケー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 。まだ続いてますですが、謎の袋が落ちてる。拾えますか？普段だったら拾わない。でも今日は拾う。小麦粉？あ！思い出したぞ。文献に書いてあったよね、粉塵爆発。え、待って、ていうか、このちょうちんあんこ、ドクロつけてる。誰がドクロに惹かれんねん。入ります。何これは？あ！ウミガメ。逃げるんじゃ。逃げるんじゃ。めちゃくちゃおじいちゃん口調。開けます。で、びっくりした。まずい。扉が壊れかけてる。どうにかしないと。何か。このままじゃ。持ち物は確か、年パスとランタンとマッチと、そして敵は扉の中で。そうだ。やっぱりね、小麦粉を取り出した。粉塵爆発。まずは、あ、やっべ、忘れたぞ。忘れたな。空気中に濃度がすごいとだよね。だから、扉の中に撒く。はい。投げ入れた。で、火を探す。これしかない。で、あれ？あれ？そうだ、まず扉の中には巻くのはあってんだけど、で、火じゃなくて風だ。風でこう回せなきゃいけないんだ。その何、その粉を空気中に回らなきゃいけないから。壁にボタンがある。換気扇、これだ。あ、それ換気扇だったんだ。扉の部屋の換気扇がついた。で、マッチを投げ込むと。お願い。あ、うお、爆発した。扉頑丈すぎない？粉塵爆発できた。助かったの？よか、バカ者、逃げろ。あん時の、げ、さっきの。まずい、ここであいつにも襲われたらかなわない。立て、もう少しで出てくるぞ。え、爆発音が聞こえたから駆けつけてみたら、面倒な奴に見つかったな。それにお前、本当に人間だったとはな。それはそうと、さっきの爆発音、一体何があった？私がやったんだけど、粉塵爆発。お前、うっ、まだ生きてんの？来る。うっ、すげえ止めてる。やっぱり倒しきれてなかったのか。おい。はい。お前、私と手を組め。は？この空間から出るまで、私と手を組め。そんな突然、敵か味方かわからないような奴に手を組めとか言われても。え、でも守ってくれてるしな、今。この状況が分かってないのか？ここで死ぬか、ここから逃げるか、どちらがいいかと聞いている。お前が選ぶんだ。私、ああ、もう分かった。分かったよ。君と手を組むよ。その代わり私と、
私とルルをここから出して。クリスさんも入れてあげて。あ、でももうそっか、死んじゃったのか。すげえ、一発じゃん。ようやく刀に塗った睡眠薬が効いたか。あ、倒したんじゃないんだ。睡眠、あ、じゃあもう倒さないで寝させるぐらいしかもう対抗できないってこと？誰？かっこいい。私の名前はレトロ。レトロさん。今からパートナーになる者の名だ。覚えておけ。お前の名はなんだ？スーズ。私はスーズ。ルルを、親友を助けに来た。ではスーズ、お前に再度問おう。私の力だけではここから出る方法を探すには限界がある。あ、レトロさんはここの住民とかじゃなくて出たいんだ。やっぱり軍服着てるけど、どっから迷い込んだんだろう。お前の力だけでは生き残れない。スーズ、お前の頭脳を私に貸せ。その代わり私がお前を守る。この空間から出るまで私と手を組む。異論はないな。ない。親友と一緒にここから出たい。いいだろう。ではスーズ、行くぞ。あいつが目を覚ます前に体勢を立て直す。私のことは好きに呼べ。じゃあ大佐で、大佐で、なんかこう軍人っぽいから。大佐、そのバカにしたようなあだ名はやめろ。好きに呼べって言った。それ以外なら好きに呼べ。それはやめろと言ってる。じゃあ大尉にしよう。大佐。貴様、覚えてろよ。なんですぐ喧嘩すんの、あんたたち。これさえあれば目的は達成する。早く早く。誰？怪しい。ひとまずこの状況を理解したいだろう。めっちゃそう。落ち着ける場所に向かう。死にたくなければおとなしくついてこい。態度でかー。はーい。って、あれ？年間パスポートがない。何やってるんだ、こんな時に。仕方ないでしょ。うっかり死ぬところだったんだから。あれかな、マンチとかと一緒に投げちゃったから間違えて。あれがないと開かない扉も多い。ただ戻るのは危険すぎる。こんな時に落とし物とは。不用心だぞ。すいやせん。貴様な。あ、何？あ、何さ突然。あ、イカだ。なんか足踏みしてない？お前はげ、あれ、私の年パス、返して。逃げた。奴は周りの色に溶け込む。急いで捕まえるぞ。なに、それ、カメレオンみたいなやつ？はい？次から次へと、なんなのもう。なんか可愛いイカちゃんがいたけど。あ、すごい走ってる。私は先回りする。お前はあいつを追え。え？いや、ちょっと。さっきまでついてこいとか言ってたくせに放置かよ。
大佐のくせに。大佐のくせにって、大佐だったら十着上司だろ。どこ行った？探し物をしてるのか？そうです。イカちゃんです。え、かわいい。ヤドカリとか、ここの子たちはかわいいのにな。どこ行ったっていうか。え、ドアの中に入りますか？うわー、わかんねー。けど、これ重要そう。この中のやつすごい重要そう。なんか、5個の部屋に対応してない？そんなことないかな。でもわかんないけど、じゃあクラゲがいる方に行ってみようか。勘で。あ、違いました。なんだ？じゃあ。わかんないな。じゃあ順番に入っていくか、もう。あ、外れっぽい。こっちは？なんでついてきた？私の言うこと聞け。とか言われそうだし、やめとこ。あ、やめとこやめとこ。なんかその未来見えるわ、俺にも。え、なんだろうな。あれ全部外れじゃない？ウミガメさん。あ、ダメだ。別に教えてくれねえや。え、なんだろう？なんか関係すんのかな？あれ、ダメだ。じゃ、左下？入る順番かな？ほい。あ、正解だ。なんで？この水槽は雰囲気が違う。水槽に触れてみますか？はい。タイガなんかがいるね、中に。ダブルアイアイサペタダミ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 。入った！かわいい。で、どうしたらいいんだ？あ、中だ。こんにちは。あ、話しかけたりできないわ。なんだ？あ、でも奥に道があるね。行ってみよう。人間に戻って水槽の外に出ますか？はい。あ、水槽を辿って別の道に出るわけだ。すげえ音。どこ？これ。あ、いた！待て。疲れた。ここか。ちょうどいい。入るぞ。何さ、ちょうどいいって。さっき言った。落ち着ける場所はここだ。行き止まりのはずだから、ここで捕まえるぞ。あの子はイカなん？人形、人間、人形じゃねえ。人間なん？どっちなんだろう？こっちから来たんだ。マンボウ！トゥットゥトゥルットゥットゥトゥッ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 トゥトゥトゥルットゥ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 、うー、マンボウ！マンボウいるわ。かわいい。どっから来たというか。こっち道ないやん。レトロさんどうやって来たんや？で、俺はどうやって来たんや？あ、ここの水槽ね。なるほどなるほど。え、じゃあレトロさんも水槽から来たんかな？大佐も。行きましょう。だ、来たね。なんかおる。左下にもなんかあった。あ、右にもおる。何？え？なんか魚人みたいなのいない？魚人族だ。かわいい、ちょっと。ほんで、綺麗。でも真ん中汚。図書館。で、タコの化け物がいる。襲われたりとか。久しぶりだな、水タコ。邪魔するぞ。こんにちは、レトロ。ゆっくり、していってくださいね。友達じゃん。知り合い？水だこちゃん？今日は、何を探しですか？アオリ寄ってきた。ここに入ってきただろう。またいたずらだ。アオリちゃん？アオリくん？どっちだろう？アオリイカだ。あら、またですか。先ほど入ってきましたが、すぐに姿を隠してしまいました。だろうな。仕方ない。手分けして探すぞ。この状況を説明してくれませんかね。詳しいことは後で話すが、ひとまずはこの、図書館の中は安全だ。今話していたのは図書館の、管理者の水だこ。襲ってくることはないから安心しろ。アオリっていうのはさっきのイカだ。いたずら好きでよく今回のような問題を起こしてる。周りの景色と溶け込むように姿を変える。逃げれると厄介だからさっさと捕まえるぞ。私はこの階を探す。お前は上の階を。かくれんぼしよう、お姉さん。あ、どっから？あいつ。こっちだよ。相変わらず厄介なやつだ。探すぞ。ほう、なるほど、かくれんぼするんだ。え、こんにちは。
魚男アンブレデル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 ダメだ、なんて言ってるか分かんねえや。あ、すごい、なんか絵の具みたいなのとかいろいろあるね。すごい色の本。あ、すげえ、見てこれ、本棚の横が水槽になってる。おしゃれ、光ってる。古い新聞が保管してある。裏側に傷だらけのサメ。海岸とかかなこれ。何月何日、午前7時ぐらい、なんとか水族館の館長が水族館近くの海岸に打ち上げられている、傷だらけのサメを発見した。ホウジロザメかな。サメの種類はホウジロザメと見られる。これ確かなんかあれだよね、あの大きい水槽にいたっていう話したよね。体長約6メートルかなこれは。ホニャホニャにも及ぶ大型である。打ち上げられたサメは現在ホニャホニャが保護しており、治療とともにサメが打ち上げられていた、原因を探っているかな。なるほど、このあれかな、その水族館とかに関する文献が並んでんのかな。でドアがある、ちょっと待って。あ、でも一旦セーバーサモか。ここは静かで落ち着くのかな。結構ウミガメさんの名前とかももうはっきり見えるようになったし、言葉もだいぶわかるようになったな。落ち着くのとか、なんかもうカタカナとかも入らない、なんかしっかりした言語として聞こえるようになってきちゃったな。これやっぱなんかやばそうだな。嫌な予感すごいする。あ、こっちが2階か。でもじゃあやっぱ1階まずはちょっと調べ尽くしたいから、1階を探すから2階行けって言われたけど、ちょっと見ちゃおう。ドアも見ちゃおう。え、誰もいない。なんで血の跡があるの。でも方程式のようなものが殴り書きしてある。私には理解できそうにない。え、なにこれ、学者さんの部屋かなんかが。粉状の薬のようなものが置いてある。奥にはドクロマークがついている瓶もある。甘い匂いの怪しい液体が置いてある。分厚い医学書が置いてある。うん、なんか学者さんとかお医者さんとかそういう系の人の科学実験室みたいなやつっぽいなこれ。筆談用の鍵だ。あ、鍵じゃねえ、紙だ。今日のおすすめは、このミステリー小説が面白いです。ダンボも読んでみて。いいね。この薬をドクターのとこに届けたら読もうかな。あ、ドクターか。ドクターがいたんだ。なるほど。あ、これも光ってる。海水浴場でホニャホニャが渋滞。ホニャがとホニャ日午前15時、あ、午後15時頃、ホニャホニャ海岸沖で両親とホニャホニャをしていたホニャホニャが、ホニャホニャぐったりしているところを発見された。両親が目を離した隙に一人で海に入り行方不明に。沖合で心肺停止の状態で見つかり、その後ホニャホニャされた。事件と事故の両面で、ホニャホニャが住んでいる。捜査かなこれは。スーズちゃんのその水が怖くなった原因とかでもなんか関係あるのかな。考えすぎかな。こんにちは。ほにゃほにゃ見る顔。ほにゃ、なんだろう。初めて見る顔だな、みたいなことかな。なにこれ、ストーブ？暖炉だ、暖かい。薪が弾ける音がする。いいな。でも、水生生物にとって火ってどうなんだろうね。あ、なにこれ、エレベーター？エレベーターある。めっちゃかっこいい、急に近代的。まあ、じゃあいいや、よっしゃ、一回調べ尽くしたんで、じゃあ2回行きましょうか。こんにちは。あ、ちょ、こっち行けない。こんにちは。図書館では静かにしないとダメ。あ、さっきウミガメさんが言ってた言葉と同じだから、やっぱ静かは静かで合ってるっぽいな。多分文字化けちゃんと言葉に直したら読めるようになるんだろうな、これ。文字化けって面白いですよね。どうやってああいう言葉になっちゃうのか。探してる本は、ほにゃ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 。お。わからん。なんて言ってるかわからん。あ、また光ってる。なんとかかんとかかんとか研究所。研究所。なんとかかんとかかんとかは、最初になんとかの状態。時間の経過とともに次第に変化していく。また以前のほにゃほにゃが曖昧になっていく。ほにゃほにゃも変化する。進行をほにゃほにゃすることは不可能。教科書みたいに綺麗な字だ。あ、なんか教科書みたいに綺麗な字だって前もあったな。もしかしてこれがドクターの字か。これさ、なんとかに変化してくってさ、で、以前のこれ記憶とかなんじゃないかな。もしかしてさ、スーズちゃんがだんだんなんか言葉理解できるようになってるのってこれ関係しそうじゃない？ってなると進行を止めることは不可能とか、進行を巻き戻すことは不可能とか、なんかそういう言葉が書いてありそうですごく怖いですね。嫌な予感がするな。じゃあちょっと、さらに上行こう。いないね、全然。オカルト本がある。衝撃。
ほにゃほにゃの石の正体はホモノだった。あ、これなんだっけ、奇跡の石？違う、なんかあったな途中で。何でも一つだけ願いが叶うと噂のなんとかの石。これを身につけた方によると、この石を身につけて2週間後、大嫌いな上司がほにゃほにゃで亡くなったんです。え、最初はびっくりしましたがすごく嬉しいです。40代男性。いじめをしてきたクラスメイトときっぱり縁を切ることができました。その後自殺したと聞いてほにゃほにゃで喜びました。10代女性。え、なんかやばくないそれ、何の石って言ってたっけな。あれ、あ、関係ねえや、ルリちゃんのアクセサリーは関係なかったわ。あと光ってるところは、あった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 、ほにゃ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 、女の子を、ほにゃ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 、あれ女の子、ルルかな、なんだろう、大丈夫か、誰かの日記が挟まってる、図書館に。ほにゃかつほにゃいち、今日は妻とほにゃほにゃの今後について話し合った。客足は遠のいて、この状況が1日も続けば廃業になる。あ、1ヶ月かな、1年かな。唯一の頼りだった両親の遺産はほにゃほにゃ兄さんが持ち逃げしてしまった。何か、いいアイデアはないだろうか。これやっぱクリスさんの旦那さんかな、これどうしてもやっぱここの水族館の話っぽい感じがするな。どうしてもこのおにゃおにゃを僕と、妻と僕が作り上げた水族館を守りたいんだ。この場所を守りたいわけだ。おにゃおにゃ一番落ち着く、ここが一番落ち着くとかかな。いないんですけど。ん？人体の本が置いてある。やっぱ人間という存在も一応ここには存在するんだな。なんだ？人間という存在もこの世界にはちゃんとやっぱあるんですね。さあ一通り見たけどいないな。一回ちょっとレトロさんにも話聞きに戻るか。大佐、大佐、あ、大佐いた。あおりのやつ一体どこにいるんだ。お前は上の階を探してくれ。あれダメだ、上の階探せって言われちゃうわ。こんにちは水田子さん。本は好きです。自分の人生は一回しかないけれど、本を読めば著者の人生を知ることができます。あーなるほど、深いな。あ、待って、いた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 、いた、ここにいたわ。ん？この本棚だけ感触が、あ、ほら、いったー、見つかっちゃった。お姉さんすごい、びっくりした。ほら見つけたでしょ、年パス返して。約束通り返してあげる。はい、どうぞ。ああ、よかった、ありがとう。やっと取り返せた。遊んでくれてありがとう、お姉さん。いいんだよ、また遊ぼうね。あら、かわいい。声がでかいよ。声でかいんだ。遊んでくれてありがとう、お姉さんみたいな。図書館だからな、静かにね。よし、じゃこれで大佐に怒られないで済むわ。よかった。ただのいたずら小僧、もしくはいたずら娘だったんだね。よし、セーブをしてと。大佐、取り返してきたよ。やっと取り返せた。羽織を見つけたのか。よかったな。もう盗まれるんじゃないぞ。うん。ところで、ここについて知りたいことが多いだろう。説明してやる。ついてこい。何について聞きたい？いや、もう何もかもですけど。ここはどこなの？さっきまでいた水族館とは明らかに違うんだけど、どうなってるの？ん？いや、なんでもない。ここはどこか、と言ったな。ここは、お前が元いた世界とは異なる空間だ。現実世界と並行して存在しているもう一つの世界。お前は何らかの理由でこちらに迷い込んだんだろう。大佐もここに迷い込んだってこと？ああ、だからお前と手を組み、ここからの脱出方法を探している。そして私も一人の少女を探している。少女？ああ、途中まで共に行動していたんだが、はぐれてしまってな。桃色の髪の小柄な少女だ。名をキティという。何やってんのさ大佐。余計な一言が多いやつだな。その呼び方もやめろと言っただろう。
私が休んでいる間に姿を消したキティちゃん。情報があったら教えてくれ。まるで子猫みたいな名前だ。この図書館には多くの資料が集められている。休憩がてら見てみるといい。私はここにいるから、情報収集が終わったら声をかけろ。オッケー。さっき俺が見てきたやつのこと言ってるのかな。だとしたらもう終わっちゃったけど、一応ちょっと見てくるか。変わらね俺ら二人。